皆さんこんにちは、バスチャンネルです。おかげさまでチャンネル登録者数1000人になりました。いつもご視聴本当にありがとうございます。今日は特別ゲストのナレーションで新しくできたバスタ東京八重洲のご紹介をしていきます。ぜひ最後までお楽しみください。バスタ東京八重洲は2022年9月17日に東京駅八重洲口の東京ミッドタウン八重洲の地下に作られたバスターミナルです。東京駅はこれまで一昔前の新宿駅と同様、さまざまな場所にバス停が点在していました。特に長距離バスでおなじみの梶橋バス停などは、駅から遠く雨に濡れながらターミナルに歩いたことがある方もいるのではないでしょうか。そんな東京駅のバス停事情を解決するために、 UR 都市再生機構と京王電鉄バスによってこのプロジェクトが立ち上がりました。駅からターミナルまでは地下道で直結しており、とてもアクセスしやすくなっていますね。東京ミッドタウン八重洲地下1階はこのように多くの飲食店が立ち並び、出発前の食事のしやすさはバスタ新宿を上回るような利便性のようですね。こちらのフロアにはチケットカウンターもあります。現在は鳴門、鴨川、三井アウトレットパーク木更津など千葉方面のバスを中心に1日およそ600便が運行しており、関西や東北方面の路線も一部運行されています。バス停はここからエスカレーターで地下2階に降りていきます。今回は6バースが先行開業としてオープンしていますが、将来的には全部で20バースが計画されており、日本最大級のターミナルになりそうですね。ビルの中に吸い込まれていくような出入り口、そして窓ガラスで仕切られたバス停はどことなく博多バスターミナルを彷彿とさせるようなデザインですね。現在では京成グループや日東交通など千葉方面の事業者に加え、ウィラーエクスプレス、ジャムジャムエクスプレスなどの都市間高速バスなどが発着しています。バスタ新宿と並んで関東のバス路線はここバスタ東京八重洲が担っていくことになりますね。今回はバスチャンネル、チャンネル登録者数1000人を記念して特別編でお送りしました。これからもバスチャンネルをよろしくお願いします。